WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、福田芽衣です。本日はフレッシュネスバーガー東京ガーデンテラス清井町店にやってきました。今月23日から発売される新商品をリポートしたいと思います。私はご褒美でお仕事頑張った日によくお邪魔するんですけれども、特にアボカドチーズクラシックバーガーが大好きなので、今日は新商品が食べれるのがすごく楽しみです。早速行ってみたいと思います。こちら銀だらグリエのフレンチバーガー、彩り野菜とオリーブアンチョビソースです。人参と紫キャベツの鮮やかな野菜と、下の方に入ってるんですよね、この銀だらが。ちょっと銀だらっていう新ワードが今まで食べたことないというか、今までハンバーガーで銀だらを見たことがないので、どんな味になるのかが楽しみです。いただきます。美味しすぎる。うん、すごい。お野菜から銀だらまで一口でフレンチコースを味わってるようなバーガーです。銀だらがふわふわで脂身も最高です。あと素揚げのレンコンが入ってるんですよね。この素揚げのレンコンがすごくアクセントになっていて、こうマリネの酸味もありつつ、レンコンの素材の味もありつつ、そしてもうパンもふわふわ、もう野菜はシャキシャキという、なんかもういろんな本当にフレンチの世界に連れてってもらえるようなハンバーガーです。続いてはこちらです。銀だらグリエのフレンチバーガー、スクランブルエッグとオマールエビビスクソースです。もうこのスクランブルエッグがもうふわふわで、もう美味しそうですね。もう香りが、エビ美味しそう。いやー、いただきます。よいしょ。うん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 。濃厚。すごい。え？卵すごい。うん。あ、これ合います。濃厚です本当に。スクランブルエッグがふわふわでトロトロなんですけど、その銀だらの身のふわふわ感とスクランブルエッグのふわふわ感、もダブルふわふわというか、パンもふわふわなので、もうなんだろう、こうふわふわの世界のバーガーですね。ふわふわの世界のバーガーちょっとよくわからないんですけど、味は本当に卵の濃厚なコクもありつつ、マヨネーズの酸味もあり、やっぱ先ほど銀だらいただいた時と一緒で、もうパン粉が香ばしいので、そこの絶妙なバランスがすごく美味しいです。ビストロコンソメポテトです。いただきます。もうあったかいですね。わ、肉厚。いただきます。うん、おお、コンソメすごいしっかりしてますね。味が もちろんじゃがいもはもうホクホクで肉厚で美味しいんですけど、コンソメとあの塩の塩味のバランスがすごくちょうどよくて、コンソメのパウダーがしっかりとついてるので味が濃厚、濃厚、うん、すごいです。もう口の中にコンソメのスープの風味が広がるような感じです。こちらワールドスパイスのガーリックスプレーというのをつけて味変が楽しめるみたいなので、早速ちょっとつけてみたいと思います。初めて見ました。すごいですね今。わーすごい、ガーリック、すっごいガーリックの香りが、うんうん、ガツンときますね。ガーリックが美味しい。わ、これ濃厚なガーリックスパイスだ。見たことないです、こんなガーリックスプレーを。ちょっとコンソメ風味をもう満足できたら、味変でこちらのガーリックスプレーおすすめです。続いてホットをいただきます。わ、ホットにもねしっかり入ってるんです、果肉が。すごい、もう何個入ってるんだろう。これは贅沢な一杯ですね。すごい、いただきます。うん、もうほっと一息つくような優しい甘みのあるホットティーですね。クラフトも、あ、もうしっかりなんか、なんだろう、ちょっとクラフトっぽい苦味もあるんですけど、優しい甘さの方がすごく勝っていて、これはちょっとこの冬一杯飲んで温まりたいです。
こちら最後にクラフトラフランスレモネードソーダをいただきたいと思います。いやーちょっともうレモンがふんだんに乗ってるので楽しみですね。しっかり下の方に溜まっていると聞いたのでしっかりと混ぜていただきたいと思います。よいしょ。わー美味しそう。いただきます。うんうん、すっごいラフランスの味、濃厚贅沢ですね。まあ、なんだろう、こう甘さもありつつすごいさっぱりしてて爽やかな一杯です。この下の方にラフランスの果肉がたっぷり入っていて、これも飲みながらこう崩していただくとより濃厚にいただけます。もうハンバーガーからポテト、そして最後にデザートのレモネードまでいただけて、本当にフルコースをいただいたようなこうプチ贅沢にいただきたいフレッシュネスバーガーの新商品でした。もう最高に美味しかったです。幸せです。